うずら、ガム噛んでるとこ悪いんだけど、今日はちょっと大事な話がある。話の前にまずね、これを見てもらう。これ、お赤飯。なんでお赤飯を準備したかというと、うずらちゃん、今日はね、ちょっと大事な話があるから、まあ、ちょっと席に戻って。そう、お前もついにね、あれが来たんだよ、あれ。まああれっていうのはあれだ。というわけで、もうお前も今日から女の子から大人の女性になったっていうわけよ。だからね、今日は成人式をやる、うずら。成人式、今からちょっと準備するから、ちょっと待ってて。というわけで、うずら、今から成人式やるよ。うずら、これからの抱負は何？他には？じゃあ、お祝いとしてね、本当はこのお赤飯をあげたいけどね、あげれないから、代わりにこれをあげる。これ、お前の愛用の丼、天下一品さんの丼に入れたリンゴ、初めて食べるけど食べてみ。お前いきなり食べるな、ためらいないのか、お前。ん？どこ行って食べるの？うずら、大人なんだからもっとおしとやかにしなきゃ。そんなとこで食べて、そこトイレだよ、トイレ。おいで、そこで食べればいいじゃん。おいしい？初めて食べるのに、なんでそのためらいもなく食べれちゃうの？いい音させて。おいしいですか？またどこ行くの？なんかそこトイレだって。トイレ、そこは食べるとこじゃないよ。